ございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、それでは突然ですが質問です。今日誕生日の人、手を挙げてください。誕生日おめでとうございます。ということで、今日は誕生日の話をしてみたいと思います。毎日が誰かの誕生日なわけですよね。なので、これって不思議なことですよね。誰かが毎日生まれている。で、生まれた瞬間に誕生日っていう記念日が決まるわけですから、自分で決めることもできないですし、こう一生変えることができない記念日っていうわけですよね。なので、それってすごいことだなと思います。で、誕生日って僕自身はですね、最近思うのが、ありがとうを素直に言える日なのかなと思っています。こう1年で一番ありがとうを素直に言える日っていうのが誕生日だと思います。普段こう照れくさくて言えない人に対してもありがとうっていうのが言いやすい日ではありますよね。なので、こう感謝を思い出させてくれる日っていうのも誕生日なのかなと思いますので、そうやって考えると誕生日ってまあ素晴らしい日だなって僕は思っています。なので、いくつになってもお祝いしていいんじゃないかって思うんですよね。で、特に誕生日お祝いしてくれる人っていうのは家族だったりだとか、同僚だったりだとか、親友だったりだとか、仲間だったりだとかっていう形で、普段から身近にいる人ほどこそこう祝ってくれる日が誕生日ですよね。ただ普段身近にいる人ほどこそありがとうをつい忘れてしまうっていう言葉でもあるのが、その言葉がありがとうだと思っていますので、やっぱりこう当たり前になってしまいやすい人に対してありがとうが一番言いやすい日が誕生日だと僕自身思っています。なので、こう当たり前がたくさんになってくると、ありがとうが少なくなってきてしまうんですよね。で、ありがとうが少なくなってくると人間関係が悪くなってくるっていうのを思い出させてくれる日っていうのも誕生日だと思いますので、こうちょっとこじれている中だったりだとかも、こう誕生日のプレゼント一つで、ありがとうっていう言葉一つで仲が改善したり良くなったりするわけですから、そうやって考えると誕生日っていうのは素晴らしい日だなと思います。なので、普段ありがとうが言えていない人はありがとうを伝える日なので、こう素直にありがとうをたくさん言う日にしてください。で、誰からも祝ってもらえないっていう方ももしかしたらいるかもしれません。で、そういった人は周りに当たり前がたくさんないかちょっと考えてみてください。で、例えば親だったりだとかっていうのがいないと、結局自分自身は生まれてこないわけですから、そう考えるとやっぱり自分が存在しているだけで両親にありがとうがあってもいいわけですよね。その上、こういういくつになってもお祝いしてくれるわけだったりするので、こう僕自身こうテレアというか、こうなんていうの、プライドが邪魔しているのかわからないですけども、両親に対してこう素直にありがとうって言えなかったりするところもありますし、あとはこう本当はこう周りに対してプレゼントをもらうんではなくて、感謝の気持ちを伝えるためにプレゼントしてもいいぐらいかなっていう気もするんですけれども、なかなかそういったことがこう照れくさくてできないっていうのもあるので、なるべくこう素直にありがとうっていうのを伝える日が誕生日だと僕自身は思うようにしています。なので、皆さんもよかったらね、こう無理強いするわけではないですけれども、誕生日の日は一番素直にありがとうが言いやすい日だと僕は信じていますので、普段ありがとうがなかなか言えない方は、ありがとう一つ一回でもいいので言ってみてください。で、そうすることで、こう去年より今年より来年、来年より先っていうのがどんどんいい年になっていくっていうふうに僕は信じていますので、今年がね、去年よりも良い1年になるように願っていますので、素敵な1年にしてください。それでは誕生日の方、本当におめでとうございます。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。